大雨被害に遭われた方のために市川海老蔵、熱い思いお預かりします。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが2015年9月11日にアメブロを更新。今日から東日本の大雨で被害に遭われた方のためにと題し綴った。海老蔵さんは募金を始めました。微力ながらできること、もちろん私も寄付させていただきます。和光の方々の熱い思いを私お預かりさせていただきお届けします。今回の個展への誘いでは、募金を続けさせていただきますと報告した。ブログ読者からは海老蔵さんが募金活動をしてくださっていると聞いてお礼が言いたくてコメントしました。本当に本当にありがとうございます。ありがとうございます。私も常総市に住んでおり被害に遭いました。助けてくれる人の優しさに涙が出ますなどのコメントが寄せられている。募金活動、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。